前髪はね、だいぶ直したんですけど。何時まで配信しようかな。8時くらいにまでにしようかな。すっぴん、そう、幼いのよ、すっぴんが、とにかく。もうでは、ハゲはこうしてたら見えないかな。今日前髪薄いですね。勉強してない、踊ってる。勉強じゃなくてダンスしてる、最近。こうしてちょっとまともに見せますね。もうね、踊るとね、もう本当にボッサボサの髪になるのは、なんでだろう、髪質？あ、今日後でツイッター出すんで見て。まだ何時か決めてないんですけど、出すのでぜひチェックしてください。もうコメントいっぱいしてほしい。お待ちしてます。ダンスが嬉しいのでは。でもなんか他のメンバーを見てたらなんかね、綺麗なんですよね、踊っても。なんか私が頭というかここら辺に汗かきやすいんですよね、多分。そう、そう、汗のせいです。私はここの前髪のここ汗かきやすい人なんですよ。髪、この頭がすごい汗かきやすいんですよ。なんかここら辺あんまかかないけど、ここら辺かくみたいな感じ。もしやほみまる。やほみまる。前髪いい感じ。なんか今日薄くなってる、まあ汗で。けどなんか薄いのあんま似合わない気がする。あ、ここがうねってるやん。汗、最近汗って流行ってるよね。汗汗、うねりがここにある。まあいっか。汗。そろそろ七夕、本当だ。私もう短冊書いたから、スーパーに。お家に短冊欲しいな、ちっちゃい。笹持ってない。今日なんでこんな早い？それはももかちゃんが、あ、間違えた。ももかちゃんが、この後ダンスをするから、一人で。もうご飯も食べたんですよ。だからあとはお風呂に入って自主練します。一人でだよ。なんかそこの部屋に
あの立ち位置番号を貼って01234、01234ってこう貼ってやってます。そうするとね、立ち位置が覚えられる。私めっちゃ立ち位置忘れちゃうんだよね最近、なんかポカーンって。なので覚えます。そう、バミリないと本当に分かんなくなる。練習できない、なんか立ち位置の。もうこれなくなったよ絶対。もうこれなくなったえ、でもね、自分でもうビリビリ破ったあの紙でただバミリ作ってるだけ。もっとな、振りより立ち位置が大変そう。なんか立ち位置の方じゃなく振りの方が大変だけど、後々大変になるのは立ち位置。なんか振りは一回覚えたら結構な覚えてるよね、そのすぐ思い出せるというか。けど立ち位置は本当にこまめにやっておかないと忘れちゃうっていう。そうそうなんよ。だから結局立ち位置の方が大変なのかもな。発色入れとこ、ちょっと顔に発色がないので発色入れとけ。ピンク足しとけばまあなんとかなるかなみたいな感じ。なんとかなりそう。そう、振り間違えてもね、まだね、自分のそう立ち位置覚えとかないとね、人に迷惑かけるんですよ。でもちろん振りも覚えるけど、立ち位置覚えてないと話にならないんですよ。もう人に迷惑かけまくるので、立ち位置を頑張って今覚えてます。そういうの聞くとツアーめっちゃ楽しみな。お、よかった、頑張ります。ツアー、ちょっと待ってね。いい感じ？なんとか人間になった人間だけど、なんとかいい感じになった。そう、発色つけると顔のイメージすごい変わるんだよね。ガラス戸のグラミはどこで撮ったの？内緒内緒。あ、そうだ、今日ねメールでね送ってたと思うんだけど、早く人間になりたい。人間だよ、もちゃんも人間じゃなかったな人間よ、人間だけども。あのね、今日の駄菓子紹介するね。絶対今日な、ちょっともう本当に何歳みたいなお菓子ばっか買ってるな。アイスはね、31のチョップドチョコレートもう食べました。はい、まずいきます。いつものミニミニハートのいちご、これこれはもういつも絶賛してるやつの方がめっちゃ美味しい。いちごチョコ、めっちゃ美味しい。これみんな食べたことある？この前3年間連続でピノから欲しい。え、やばっ、めっちゃ運いいじゃん。おいくら？これ33円。これは駄菓子屋さんに売ってます、大体。
あ、でも普通のスーパーにも場所にもいるんですけど、見たことあるよ。これは駄菓子屋さんですね、大体。まあいろいろあると思うんです。美味しいです。と、あとは卵ボーロ、ちっちゃいやつ。これも33円だったかな。卵ボーロめっちゃ可愛い、このこれ卵ボーロと、あと私が楽しみに最近この間も買ったんですけど、この間買った練り飴、食べたくなっちゃって練り飴を買いましたね。ちょっとここでぐるぐるしようと思ったんですよね、ここ、こうやって。いちご、なんか可愛くない？これ何のキャラクターなんだろう。なんか触覚生えてる。なんか最近すごいなんか練り飴を食べたくなっちゃって、急に。割り箸も入ってるんですよ、1本しかないので。モカちゃんはこっちの割り箸でこうしたいんですよ、モモは。なのでこうして食べていこうと。この後ダンス頑張るので私は食べる、食べないと生きていけない。昭和って感じ。そうなんかな、分からん。なんか普通に自分が好きなのを買いました。わお、誰か来たわ、配達員の方かも。それでね、練っていこうと思います。まずちょっと下に溜め、めっちゃ可愛い色がさ、可愛い。独特なベル、本当？なんか分からない。私のお家は昔からあの音ですね。私ん家は多分あのベルの圧があの音。あ、でも前ピンポーンだったかもしれない。もう絶対配達員だよ。お疲れ様です。チャイムファミマと一緒。お、え、すごい。チルチルチルチチルチルチュン。出なくていいの？あ、ママが出てくれたので私は大丈夫ですね。こんばんは、こんばんは。なんかの、私よくファミマで溜まってたんですよ、昔と、あの親友と。なんか溜まってたって言ってもたまになんですけど、なんか学校、高知はファミマになんか分かんないけど多い気がするんですよ。なんか広島より高知の方がファミマ多い気が、分かんないけどしてて、なんかファミマがあったから、近くにファミマのなんか座るとこに行って友達とお話しながらお菓子食べてた思い出がある。なのでもうすごいファミマの音が染みついてます。ローソンが多い。そう、ローソンが多いけど、なんかモモの住んでた近くに全部あったな。ローソンとファミマとセブン全部あったんですけど、近くに。でもなんかね、座れるところがファミマだったから、なんかなんていうんだっけ、あ、そう、セブンあんまりないです、高知。なんかでも広島はセブンばっかり。ファミマ派なの。でもどれも好きだな。なんか気分による。私唐揚げくん好きだから、唐揚げくん食べたい時はローソン行って、なんかその時によるな、そう、欲しいもので行くかな。なんか全部いろいろな、なんかコンビニのスイーツ商品って美味しいじゃん。だからもう自分のお目当てのところに行きますね、全部好きなので。
なので広島来てからだいたいセブンイレブンに行ってるかな。あ、そう、セブンとウォンツ多い多い多い。あとダイソーが多い。カラーリ君 UFO 味めっちゃ美味しい。え、そうなんや、私チーズ味ばっかり食べてる。あ、ファミマでバイトしてた。お、ポプラ、え、なんかある気がする。どうだろう、セブン、7ローソン、2ファミマ、1くらいか。確かにそうか。でも大体セブンな気がする。コーチは大体ファミマとローソン、まあローソンが多いかな。でもすごいなんか頑張って落ちてる中のやつ。コーチにウォンツないの？あ、そうなの？なんか全然なんか感覚が分かんない。ウォンツなかったっけ、コーチ。どうだったっけ。なんかな、コーチはドラッグストアが多いイメージ。昔ポプラでバイトしてて。そうなんや。みんなセブンって言うけど、わい子供の頃どやりながらイレブンって言ってたんですよ。間違えてたもんね。そうそう、コーチドンキないんですよ。私だからドンキずっと行きたくて。広島は2つだっけ、ドンキあるの。あるよね、ドンキ。安いよね、お菓子が豊富なのが嬉しい。またお菓子って感じだけどね。ニューデイズってバイト、どこだろう。コーチないよ。あのビレバンはある。ビレバンはね、イオンとかにありますね。あ、市内3つある。あ、そうなん、3つあるやん。全然わかんない。あんまりね、街とか行かないからね、わかんない。山口市もドンキない。いや、そうそう、落ちてきましたね。上のこのやつがね、落ちてなかった。ネリネリしよう。松本清どうだったろ、コーチ。 あるある、多分ある。街にあった気がするんだけどな、どうだったっけな。もうあんまお店を覚えない人、なんか覚えれない人で。全国でドンキないの、高知だけ。あら。いつかできるといいね。でもな、つくづく思う、高知めちゃなんだろう、好きって思う。やっぱ生まれたところだから愛着湧いてるのかな。この上の部分もったいないよね。あ、めっちゃ取れた。上の部分をすかさずキャッチ。落ちないかな、配信の前で。大丈夫、あ、大丈夫そう。そう、ペローンは恥ずかしいわ。配信でペローンは恥ずかしい。鼻につけるの、もう練り飴鼻つけたらのかんよ。白くなるまでやりたいんよ、私は。でも練り飴って練ったらどうなるんやろっていつも思う。練り飴だよ、鼻に入れる。やだ。マカロネリネリアクス、なんか集中しないとさ、なんか落ちそうで。え、なんかさ、白くなるのかな。え、なんで白くなるかもわかんない。なんで白くなるんだろう。少なすぎるこれ。え、なんで白くなるんだろう。空気、酸素含むから。ああ、白くなっても味変わんないでしょ。え、知らない。ちょっとまた量増やそう。
あ、量増やした。ちょうどいいぐらいの量になった。じゃーん、いい感じの量じゃない。そうか、卵もメレンゲになるね。そういう原理か。酸素を含んだらなんか変わるんかな。酸素をいっぱい集めとこう絶対意味ない今の。変わるのかな。練り梅ってなんで練るんだろう。はぁ、疲れてきた。白くならない。どこにでもある確かに。そろそろ食べ頃わかんない。もう食べ頃がわかんなくなってる。美味しいの、美味しいよね、リアメ。なんかね、久しぶりに食べたくなりました。だからももはなんかちょびちょび食べるのが好きかな。なんか一気に食べるよりはちょっとずつちょっとずつ食べるのが好き。練り飴したことない。美味しいよ本当に。白くなるの。いや、なるはずなんだけどな。ちょっとなってきたけどな。なんかもっと白くしたいよな。なんかじわ配信で永遠こうやってさ、変な人だよずっと永遠こうやって。どこに行ってるの。だいたいね、あれなんよ、駄菓子屋さんなんよこれも。でもたまにスーパーでも昔は見たんだけど、今はどうだろう。なんかあの30円か40円くらいの練り飴知ってる、みんな。袋に入ったやつ、あのあれが昔から好きだった。これはね、100円ぐらいのやつ買った。落としたらもうやばいよこれ。こんな頑張って寝てるのにさ。もうはじめまして、はじめまして。寝ると柔らかくなるの。もう全然わからんぜ、なんか寝てるよ。なんかな、あんま白くなったのがわかんないかも。変わったのかな。どう、ちょっと変わった。いや、そんな変わらん。いや、でも空気は入った。なんか空気のつぶつぶ絨毯に落としたら、え、下布団ないんやけどもう食べていいんやない。そうなんよ、多分食べていいんよ。けどなんか練りたいんよ。なんか空気が中に入ってるよ。でもあの練ってないやつと比べたら変わってなさそう。でもなんか泡のつぶつぶみたいな空気が入ってるってことだね。絶対こんな練るものじゃない。ぐる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 、高速でできない。もういっか、食べよう。食べれない喋れなくなる、食べたら飲み込むまではそう歯にくっつくね。なんかね、ほんとはね、こうやって練ったらね、いいんだ。あの、多分早いよこれ。こうやってちょっとこうやって練っていきます。したら白くなるかもしれない。こうやってもう一気にこうやってこうやってこうやって。本当は1本入ってるんですけど、2本の。本当は多分これで回す。
納豆。新しいプロフィール写真可愛いんです。ありがとう。こんばんは、こんばんは。硬い。なんで1本なんだろう、わかんない。なんかこのお菓子にはこうやって練るって書いてた。なんかでもあの定番の練り方がやりたくても、まあ一本で回そう。え、でも見て、なんかさ、こっちの方がさ、ちょっと ピンクになるはずなのよ、この色だと。なんか配信だと余計にさ赤く見える。そう、空気が入ってるんですよ、これは。もうよ。明日就職の面接だから応援してほしい。頑張れ。こうやって人って書いて私はいつも飲んでます。美味しい、美味しいよ。ちょっとずつ食べた方が歯にくっつかない。人を描くやってるよ、結構たまに。なんか聞く気がする。面接の前人って書いてるの。頑張って、応援してるよ。食べるとこ見逃した。大丈夫、今食べてる。いりって書いてしまったこと、ない、どうだろう、ない気がする。駄菓子似合う？今日の夜ご飯はね、お刺身とご飯もう食べた。そう、でもピンク色になったよ、ほら。あ、さっきより絶対最初よりピンクになった。おいしい。他の味はね、ぶどうとかソーダとかコーラとか。うん、おかえり、べんない。
ぶどうと迷ったんだけど、私はやっぱいちごが好きなのでいちごにしました。かき氷もいちごが好き。いちごばっかりだもん。えほみまるみまる、ちょっとあとちょっとだから食べるね。ちょっと あとになったらなんかもうこれ閉めれない、一気に食べないといけないやつだ。昨日仕事中もーちゃんのこと思い出したら鼻が出た。絶対鼻血が出たでしょ鼻は出んといて怖いって。ありがとう、そんな考えてくれて鼻がピョーンって出たら怖いね。仕事中にもーちゃんのこと考えるとニヤニヤしちゃうからな。いやニヤニヤしちゃってよ初見です、いらっしゃい。なんかすごい、なんか7時台に配信したらまださ37分なのに4000人の方もが来てくれてありがとう、めっちゃ嬉しい。日曜日お話し会楽しかった、ありがとう。こちらこそありがとう。大好きって言って、大好きちょうどいい時間なのかな。あ、そう、どうだろう噛んだ噛んだ。見やすい時間なのかも。そうかもしれないね。それに9時とかだと多分配信してるメンバーが多いからかな。話し会まであと1日。頑張ろう、頑張ろう。はじめまして、過去。ではない。またねと配信して、そう、まったりとみんなと話してる。もーちゃんがキッズ人気高いからか。ちっちゃい子が見てるの朝5時はみんな起きてないでしょ。でも朝配信するとね、多いですね、来てくれる方。僕もキッズ。あら、来てるの？すごい、もう寝てるな。5時はみんなキッズだったの？ね、朝5時は素やだよね。5時出勤がある仕事だから起きてる。大変なんだな。もうが将来仕事つくとしたら早起き、めちゃくちゃ早起きない仕事がいいな。もうね、
お仕事も早い日はあるけど、そんな毎回5時起きとかじゃないから、たまに、なんかたまになんか早い時があるだけで、うちのメイドなら早起きしなくて大丈夫。お、お皿割ります多分。年取ると自然に早起きになる。そうなんかな。どうだろう。今のところ10時間寝ないとな、嫌だからな。うん、撮影の時は早いよ。名前でも言っていい？優しい。布団の上に乗っかかって起こしてほしい。それはよくアニメである演出ですね。ちょっとドキッてする、あの、私ね、体質がね、多分ロングスリーパーでめっちゃ寝るんですよ。なんかもう一回も起きずにそのままずっと10時間寝てます。うまるダイブで私お姉ちゃんのこと起こしてた。なんかうまるちゃんハマってて、いや今も好きなんですけど、その見てる時にうまるちゃん、それで お姉ちゃんのことを起こそうって思って、マルダイブっつってお姉ちゃんの上にボーンって乗って起こしてました。全然起きてくれないけど、あの人マジで起きてくれないよ、うちのお姉ちゃん。なんか「ももちゃん明日7時に起こしてね」って言われて「うん分かった」って言ってもが、あ、朝だよっつってボーンってやってめっちゃ起こしても、うんって、なんか朝だようんってこんな感じで延々なんかうんしか言わずにまた寝るので、もう諦めて起こすのをやめますね、いつも。体の上に飛び乗っても一瞬起きるけどすぐ寝るよ。いや本当にその後なんで起こしてくれなかったのって言われても、あなたが起きなかったんだよってなるけど、私は今日ママに何回も起こされて、なんでそんな大声で怒りながら起こすのって聞いたら、ママが今日、ママが何回起こしても起きないからだよって言われて、私もお姉ちゃんと結局一緒なんですよね。印象なの、私も起きないの。でもうママにムスってなって結局一緒だから何とも言えない。そう、一緒。だってね、眠いじゃんね。自分で起きられないじゃ子供なんやで。それがですね、私起きれるんですよ、アラームをちゃんとしてたら。もうすぐ小さい子たちにペロペロし始める。しない。眠い、そう眠いん。パパセンどうだ、パパセン起きれる気がする。起きてるよパパ、結構8時とかに休みの日でも。私もう休みの日絶対11時半とかに起きるもん。そう、気合の入れようで起きれるよね。でももうちょっと落ちたら寝ちゃうよね。
もちゃんに会いに行く日はちゃんと目が覚める嬉しい。パパシンすごいね。ママはもう起きてる。ママ起きてる。夜眠るの遅いのに朝起きるの早い。ママ今度ママ起こしてみる。ママすぐ起きるよ結構ママ朝から元気だからもう大変なんですよ。もうがその時にね横でね元気なんでねちょっと朝からついていけないことが起きちゃう。もちゃんとお話しする日はドキドキしてなかなか寝つけない。おありがとう。もちゃんもママになったらそうなるかな。もちゃんママになってもきっと寝てるわやばいやばい。配信見ながら寝落ちすると、あ、眠いのね子供に起こされてるパターンか悲しい。まあ、きっと思うならなんとかするよお菓子何個目これね。2個目。うん2個目。マスクしてると誰が誰か分からない。あ、それは分かる。アラーム1個で起きてる。アラーム1個だけの何時なんか携帯でやってるので何時なんかもう2分起きとかに鳴らしてるよ。5分起きとかそうすると起きれる。もちゃんのサイン入りの生写真届いて、お、ありがとう。嬉しいな。じゃがりこチーズじゃないの。今日は違うのよ。昨日なのよ、じゃがりこチーズ。アラームの前に目が覚めてしまう。お、すごい。もう見てます。お、ありがとう。レポートしながら配信見てると課題終わらない。それはそうだね、終わらないね。水集め食べたら顔が凛々しくなった。なんでだ今日はニューサマとネリサマ見分けがつかあら色似てるもんね。じゃがりこチーズ早速買って食べて美味しかったね。美味しいよね。桃が好き。この後ダンスする後ね。でもね今日でねリルとね大会行きます。ごめん、もうねイベント終わっちゃって今日大会しないといけないんだ。大会っていうリルドを抜けないといけないんだ。ローモバのなのでローモバ今日ね
悲しい。あとはツイッターを出します。楽しかった、もうもうありがとう。ツイッターはね、ちょっとね、2人で、あれも2人というか、一緒に、一緒というか、ももだけの写真じゃなくて、一緒にメンバーと写った写真はあります。やめちゃうの残念。なんかローモ版をやめるんじゃなくて、そのギルドを退会するだけで、ローモ版自体はあります。みんなコメントといいね待ってるね。7月だからモチャメール取るなら今からだね。そうだね、みんなぜひモカのおメール初めだといい、お得なので撮ってみませんか。プライベートの写真とか送ってます。メールにオープケルのね。じゃあそろそろ読みますね。愛媛公演応募するの忘れてた。お、応募してして。もじゃのメール取っててよかったと思ってますよ。ありがとう。ラペチーノさん、これは何だろう。星、流れ星、流れ星ありがとう。つかちさん、ハイビクスカスありがとう。ゆきひろさん、流れ星ありがとう。つぼゆすけさん、流れ星ありがとう。たんぽぽのおさきさん、短冊ありがとう。流れ星もありがとう。つかちさん、流れ星ありがとう。かわいいね、めっちゃ。てるさん、かわいいありがとう。つぼゆうすけさん、かわいいありがとう。どうしたさん、流れ星ありがとう。とまくさん、とといありがとう。まぴあののっぴーさん、かわいいありがとう。のぴあのまっぴーさん、かわいいありがとう。ほふまんさん、流れ星ありがとう。ひーくんさん、めっちゃかわいいわ、ありがとう。アイスもありがとう。ラスカールさん、とくありがとう。リッツさん、お花ありがとう。タナガンさん、これは短冊かな。短冊ありがとう。コーチケさん、短冊ありがとう。タナガンさん、ハイビスカスのリースありがとう。ガオさん、流れ星ありがとう。出てこなくなっちゃった。星マークさん、短冊ありがとう。ピリリさん、流れ星ありがとう。ゼロさん、短冊ありがとう。吉田さん、流れ星ありがとう。ピアノのピーさん、流れ星ありがとう。メタルンさん、短冊ありがとう。ハブさん、短冊ありがとう。ひさしーさん、お花ありがとう。ひーやさん、短冊ありがとう。かまちゃんさん、かわいいありがとう。ゆびさまさん、流れ星ありがとう。かまちゃんさん、かわいいありがとう。ゆびさまさん、ハイビスカスありがとう。林おちょこちょこちょこさん、かわいいありがとう。
闇落ちしたくもの歌いピピピピピさん、ハイビスカスありがとう。アザースさん、流れ星ありがとう。ジャンボカメさん、短冊ありがとう。風車ターボーちゃんさん、流れ星ありがとう。ね、ねぴーさん、ねびーさん、星ありがとう。ありがとうございました。13位のファイナルさん、ありがとう。トマーク F さん12位のジャンボカメさん、ありがとう。11位のノリさん、アットマーク K マイパスタさん、ありがとう。10位のエイトさん、ありがとう。9位のマピアノノッピーさん、ありがとう。自主練ファイトツアー楽しみ、頑張ってきます、ありがとう。8位のタルイモさん、ありがとう。7位のフミアットマークフフさん、ありがとう。6位のコーチテさん、ありがとう。5位のタンポポのおさけさん、ありがとう。おもちゃの執事になって寝顔を観察してダメですよ寝顔は恥ずかしいので内緒。4位のエビ様さん、ありがとう。3位のヒーヤンさん、ありがとう。2位のドラガンさん、ありがとう。マルダイブで回復起こしてほしいマルダイブ。1位のヒーくんさん、ありがとう。ダンス頑張ってね、ありがとう。頑張ってきます。ありがとうございます。名前変わっちゃったのでちょっと急いで読みますね。急いでというかちょっと拍手はあれなんですけど、10歳ののりさん、ありがとう。12位のエイトさん、ありがとう。11位の闇落ちした熊の軍隊ピピピピピさん、ありがとう。10位のマピアノのピーさん、ありがとう。9位のタロイモさん、ありがとう。8位のフミさん、ありがとう。7位のジャンボカメさん、ありがとう。6位のコーチチェさん、ありがとう。5位のタンポポのお酒さん、ありがとう。4位のエビ様さん、ありがとう。3位のヒンヤンさん、ありがとう。2位のドラゴンさん、ありがとう。1位のヒーくんさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ダンス頑張ってきます。またね、ありがとうございました。バイバイ。今月いっぱい並べちゃるちゃん、ありがとう、ありがとう。またね。おやすみ。